落書き王国続きをやっていきます。前回私大会に出場しまして予選を勝ちました。このねこのカビルンルン君を使って予選勝つことができました。しかし今後ねあの本戦とかに向けてこのカビルンルン君では力不足じゃないかななんて思うんですよ。なのでもうこのカビルンルン君は引退してもらって隠居してもらってもう私はね新しい落書きを書いてそっちを今後ね使って勝ち抜いていきたいなって思います。カビルンルン君今までありがとうね。いやこれ本当にねカビルンルン君に意地悪してるわけじゃないんですよ。これ俺生半可な気持ちでこういうねこと言ってるわけじゃないんで、これはなんならねサトシがピカチュウにお別れを告げるくらい悲しいことなんでね、いやこの悲しみ乗り越えて勝ちにこだわっていきたいと思います。じゃあ新しい落書き書きましょう。この女の子に話しかければ書けるんじゃないっけ？あんたね、殿下のやつに負けたらあいつに一生頭が上がらないんだからね。書くんでしょ？落書き書かしてください。カビルンルン良かったんだけどな。残念、もうこいつと戦うことはね、こいつと一緒に戦うことはもうないですから、自由に落書きできるこのスロットに書いていきましょう。さあ色はどうしよっかな。色、あそっか、なんか前回ね水色なるものを取ったんだよね。緑色も結構好きなんだけど、あこれ色によってさインクゲージ一番右下に書かれてるあのインクゲージの数字が全然違うから、はー、じゃあ赤とかで書くか。赤がいいかな。赤で書きますね今回。何書こっかな。あそっか、体のパーツもね、腕前回予選勝ったら腕ゲットしたんで腕をかけるようになった。殴る攻撃の強さに関係するって書いてあるね。硬い飾り、細長く書くと角になる、まあ、こういうことだよね。こういうことだね。かなりうまいな、かなりうまい。わかる？角って言ったらユニコーンを書かなくちゃいけないから馬をねまず書かなくちゃいけませんね。次腕書いていこっか。腕、まあもう足は書いたから腕はねあの前足っていう風に見立てて腕書いていきましょうか。でこのゲームねこうやってあの短くクリックすると点が打てて、この点のところにそういう腕とかいうパーツをね生やすことがつなげることができるっていう風に友達から教えてもらったんで、これヒントにして書いていくか。馬の前足大体この辺からあのヒヒーンってね、ヒヒーンってしてるとこ書きたいの。ヒヒーンってしてるとこ描きたいから、こういう腕かっこいい、かっこいいな。これもう一本描こう。ヒヒーンだからね、ヒヒーン。うわーこれかっこいい。躍動感ね、やっぱ馬って言ったらこの躍動感大事だよね。そしてユニコーンだから、これ空想上の生き物なんですよ。これはもう完璧な馬がね、今完璧な、もうこれ以上ない馬ができてしまいましたけど、この後このユニコーンのね角をねここに生やしていくから、角、はい、角、硬い飾り、角はやっぱりこの辺に置きたいな。で角はもう立派なの書きましょう。立派なの、もう画面もこう移動しといて、まだ750ね残ってるからインクが、こう立派な角をね書きたいよね。あー強そう。すごいすごい、見てこれユニコーンだねこれは強いぞよし、これで完成にしよう。完成。いや、こいつと今後戦ってから、いいな、躍動感すごいぞ。オッケー、落書き完成だ。はい、これユニコーンですから、はい、ユニコーン、かっこいいな、これ。強いぞ、絶対に。ユニコーン。うおー、かっこいい。空想上の生き物まで作れてしまう攻撃タイプ。いや、これは狙い通りだね、この立派な角。いや、マジカビルンルンと比べ物なんないぐらい強いんじゃない？オッケー。じゃあ、これであの本戦出ましょうか、さっさとね。ちなみに、どんな感じいんのかな？あ、いる。あ、かっこいい。待って、ちょっと、そういう飛び方だね。そういう飛び方なのね。さあ、会場に着きましたよ。なんでここ BGM ないの？怖いんだけど。いや、しかし、ユニコーン。いや、強さが見れんのか。あいつ絶対バカ強いからね。楽しみだね。ここは落書きファイト。公式戦の場だ。要件は。現在、ギャラリー内は、帝国落書き、あ、予選？あ、まだ予選やってたんだ。対戦ルールは2対2で行っている。落書き2体を先に倒せば勝ちと、え？なんだ？2対2？
となると 必然的にカビルンルン出さなくちゃいけないんだけど、これいやまあ仕方ないというか、まあいっか。逆にね、逆にそう、カビルンルンは先輩ですから、この落書きファイトの先輩なんで、新参者のユニコーンにね、戦い方と先輩の威厳を見せつける場もね、私としては与えてあげたい。そう、カビルンルンをこのまま引退させるんじゃなくて、最初にね、こう先輩の威厳だけこう見せて、その後引退するってかっこいいね。あ、こいつか。強そうなんだよな。いや、しかしカビルンルンとユニコーンなかなかいい。あ、これいいな。何がいいって、これはあの偶然だけど、カビルンルンとユニコーンね、赤と緑なんですよ。これ捕食同士だから、どっちもこうなんていうのは映えるよね。なかなかいいな。正反対の色で描いたっていうね。いや、俺無意識にやっぱそういう絵のセンス出てんのよ、ごめんね。で、敵は多分開幕攻撃してくるでしょ。攻撃してくから、ここは魔法か。魔法をしときましょっか。魔法封印オッケー。これ読みで勝ってんだよね。読みで勝っちゃってるから悪いな。魔法封印は効かなかったが、いや、これ読みで完全に勝ってるから。で、敵攻撃使ったから、敵は攻撃を使ったから、待て待て、なんか混乱してきたな。混乱してきた。混乱してきたぞ。待て、敵は、これどういうルールだっけ。敵は攻撃を使ったから、俺のバリアを、あ、バリアか。魔法しか使えない。バリアか魔法しか使えない。あれ？じゃあ俺なんだ、攻撃使っていいのか。わかんなくなってきた。攻撃使っていいか、攻撃。落書きパワーを出せ。あ、いいいい、全然いい全然いい。チャージだったら全然いいよ、全然いいよ。はい、思いっきりぶん殴れ、ぶん殴っていいよ。はい、ぶん殴ったい。あ、強い強い強い。お前そんな強かったっけ、カビルンルン。でもここに来てやっと HP 並んだくらいだから。で、敵はね、多分チャージしたら攻撃ぶん殴ってきたいと思うのよ。で、ここで魔法だよね。うわ、やっちまったこれ。敵バリア使うか。バリアを使ってきたということは、敵は魔法が攻撃をしてくるでしょ。魔法してこないかな。バリアしよっか、バリアしよっか。バリアしよう。うわー、これやべえ、読み間違えた。いや、強い。やっぱカビルンルンは役立たないな。申し訳ねえけどね、これを機にね、もうきっぱりと引退していただいて。ほらほら、行くぞ。本命はあのユニコーンの方なんでね。ユニコーンどうなの。いや、かっこいい、これかっこいいんだけど。で、敵攻撃、今何したっけ。何した、攻撃したよね。攻撃したってことは、敵次バリア使うでしょ。じゃあこっち攻撃、オッケーオッケー。ぶん殴っても殺しまえ、殺しまえ、殺していい、殺していいよ。つえ、火力が段違いで。チャージした後、こいつはあのバリアしたから、さっき。ここはバリアのアイコでいっかな。バリアのアイコで、そう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 。いや、もう攻撃パターン分かってきた、分かってきた。で、こいつバリアの後確か攻撃打ってきたから、次魔法打っちゃいいんじゃない。魔法打っちゃいいと思う。うわー、これアイコか。まあいい、全然いい全然いい全然いいよ、全然いいよ。ここ魔法打ってアイコでも勝てるから、勝てるからね。で、次の敵に完封すればいい。次の敵を完封しちゃえば OK。 次の敵なんだこいつ、なんかヤバそうなの出してこねえか。 B パンチャーなんですかそれ。これは敵多分ね、最初開幕ぶん殴ってきたいと思うんだよね。だから魔法打ちたいけど、こっち魔法打てないから、ここチャージ。敵の様子見よう。そうだね。ここ魔法打ちたかったけどね。仕方ないから。で、敵攻撃してくる。痛いな。で、攻撃の後多分敵は魔法、いや、バリアするかな、バリアすると思うから、こっちぶん殴っか、ぶん殴っか。オッケーオッケーオッケー、読み勝ち。ぶん殴って、いや、強っ。いや、
そりゃ言葉も出ねえわな。強いわ。圧倒的だったね。カラー黄色を400手に入れました。やったね。これが黄色か。ありがとう。で、経験値ももらって、ペンデルが成長しましたね。ペンデルどう成長すんの？でかくなるのかな？あ、なんか黒くなったね。ペン先みたい、筆先みたいなのが黒くなったね。へえ、いや、よかったな。飛び跳ねて喜んでたもんね。ユニコーンも実力発揮できたからな。かっこよかった。なんだこいつ。いっつもね、いっつも足止めすんな。前もこいつに話しかけられて足止められたもんな。リトマスが帝国落書き大会の予選会を勝利したな。新しい落書きが書けるレベルと認定する。パースパレット、足を手に入れた。足？落書きに足が書ける。ユニコーンに足、立派な足書いてたけどね。あれ、僕、勘違いしてたかな。あれ、足じゃない何かだったのかな。勘違いしてましたね。おや、ペンジェルはいるのに、自分のノートはないのか。ノート借りてますからね。落書きノートももらっちゃったよ。オッケー。ありがとう。ホームで三角ボタンを押すと、落書きノートが開くようになった。ありがとうございます。メイクロッカーであるキバ様から伝言がある。え、マジっすか？あのメイクロッカーのキバ様からありがたい伝言が、聞かせてください。お願いします。落書きには力がある。たくさんのことを学びなさい。とのことだ。まあ、メイクロッカーのキバ様の言葉は、やっぱ俺にはちょっと響かないかな。よくわかんないね。何言ってっかわかんねえんだよな、キバ様。まあ、あんま、これ気にしなくていいか。大事なことじゃないと思うね、この伝言は。戻ってきたよーって、なんだこれ。こんな看板あったっけ？なんでしょうか。いや、もう全くね、字が独特すぎてわかんない。なんだ。帝国憲法9条により、はい、罪人の権利剥奪し統治帝国の領地とする。え、それで全部ね。うん。なんだ、ね、罪人って何？え、何、そんなことしていいの？あんたも手伝いなさいよ。仕方ねえな、手伝ってやる。うほら、そっち持ってよ。え、どうするつもり？看板立てられたんだな、あの帝国のやつらに。目つけられたってことか。これは参ったな、やばいよ。何してんのこいつ。いやいや、そういう反抗的な態度取るから。何してんだこいつ、本当に。ぴったりね。いや、本当わけわかんない。何してんのこの子。あの看板に何て書いてあったの？何て書いてあったの？ね、この看板でガレージを直してくださいって書いてあったの。大バカ者だこれ。もっともっと看板があれば本気ができるね。やべえ、こいつやべえぞ。あんた、今日から私たちの仲間よ。え、何よその不満そうな顔は。食事は1日2回、寝るところだってあるわ。なんと、太郎だって便利だし、ガレージも使っていいから。いいのかね、悪い話じゃないでしょ。だから一緒にカラー石を集めてホームを取り戻すの。え、俺必要とされてんのかな。そんな顔で見られたら俺たち仲間になっちまうな。そんなことはね、置いといて。いやいや、よかった。いい試合でしたよ。いい試合でしたよ、ユニコーンさん。すごくいい試合でした。あなたのね、強さがね、証明されましたね。まあ、それに比べてと言っちゃなんですけど、カビルンルン君はまるで役立ちませんでしたから、もうあれはね、引退試合としてちゃんと成立しましたから、じゃ次はね、なんか、足かけるようになるんでしょ？今度はさらに、強力な助っ人を作り出すしかないか。ユニコーン、なかなか良かったね。ユニコーン以上に強いやつを作っていこっか。赤インクがもうダメだな。黄色がいっぱいある。黄色がすごいから黄色で作るわ。次黄色で作るわ。黄色ね、まあ、黄色といったらもう俺想像できてんのはもうあれだけだわ。あれ書くわ。これすごい。
これすごいね。すげえうまいんじゃない？これ。これすごいうまい。わかる？ 8書いてんの。黄色って言ったらやっぱ8でしょ。8って怖いからね。これがいるだけで敵はもうひるむんじゃないかな。で、8の腕はね、昆虫だから手足合計で6本あるけど、腕とか足とかむずいから、まあ、ちっちゃくていいんだよね、こんなんね。じゃあ腕2本。腕4本。腕4本で、足を2本にしよっか。足を2本つけとこう。ちっちゃくていいのよ。だって虫のね、虫の足だから、ちっちゃくていいんです、全然。で、俺の作戦としては、これ一番の見せ所、この硬い飾り、これ角、角じゃないのよ。毒針だよね、8といえば。これ凶悪な毒針、つけてあげっから、ここに。どんくらい伸ばすか。いや、怖い。こんな、凶悪な毒針。こんなあっていいんか。いや、ちっちゃくなっちゃった。これじゃ、普通の8よ。いや、俺、凶悪なの作りたいんだから。ちょっと待って、書き直し。硬い飾り、はい、ここに、凶悪な針を。あ、凶悪。めっちゃ長くしよう。こんな毒針へ刺されたら、大抵の生き物貫通しちゃうね。いや、やばくないこの蜂。いや、怖くない。あ、ついにこれ、触覚とかもさ、生やしとこっか。一応、昆虫なんでね。そういうとこはちゃんと再現しとこっか。はい。こういうこと。あ、うまい。え、結構絵心あるな。結構いいよね。こうやってこう。なんかいいな。あ、すげえうまい。普通にうまくないこの蜂。いや、これはね、スズメバチですね。猛毒持ってますから、スズメバチできました。かっこいいな、これ。オッケー。完成。かっこいい。なんか今ちょっと想像してたのと違うけどな。俺、羽つけたけど、まあいいか。低い位置で飛んでたね。まあ、完成としましょう。いや、これあれだな。オオスズメバチにしよう。オオスズメバチの方強いから。オオスズメバチで。オオスズメね。オオスズメバチ。いや、これ怖いね。普通のスズメバチじゃないからね。オオスズメバチですから。うわ、これ強いでしょ。オオスズメバッター。待ってくれ。ちょっと作詞する。オオスズメバチですね。いや、これはね、期待できますね。やばくない？角とかしかさ、多分想像できてなかったと思うの、普通の人は。あの、硬い飾りをこう、針っていうね。いやー、このイメージの仕方がすごいよね。あれ、針もかけるから。角だけじゃないからね。いや、低い位置で飛んでんな。まあ、いっか。いや、今回のリトマス、絵のセンス光りまくってんな。やばいよね。めっちゃ絵うまいわ。さあ、兵士さん。スズメバチを。おお、スズメバチだったね。おお、名付け親が3対3。3対3って見えた。3対3だったら、必然的にカビルンルン出さなくちゃいけ。ふざけんなよ。カビルンルン、いや、敵強いんで、敵の HP すごいんだけど。カビルンルンの倍あんだけど、敵の HP。これ、出すだけ無駄なんだよな。いや。俺、オオスズメバチだけ使いりゃいいんだけどな。まあ、いっか、行くか。いや、敵のステータスバカだけ。まあ、いいや、やる。オオスズメバチね。まあ、カビルンルン、大事ですから。カビルンルン先輩ですからね。カビルンルンがその後輩たちにこうやって戦うんだぞと、落書きファイトをこうやって戦うんだっていうところを見せつけてから、ちゃんと引退っていう方が、後輩たちの心に残ると思うんだよね。先輩の背中見せとけ。なんだこの子。なんか不気味だな、なんかな、怖えな。笑顔がね、すごい余裕そうな笑顔でしたね。カビルンルン行ってこい。先輩がやっぱね、後輩を引っ張っていかなくちゃいけないから。確かにステータスじゃ後輩には負けてんのよ。超新星に負けてるけど、先輩だから、先輩、経験の差だよね。経験の差、爆発。敵、これは、どうしようか。敵結構 HP 高いな。2倍以上ある、99あるね。マイドさん、いや、カビルンルンのね、カビ攻撃で、1個もないけどね、
開幕は魔法やっとくか。魔法やっときましょう。うわ読み間違えたらもう、やつえ敵はバリアした、バリアしたから、どうするよ敵はバリアしたからどうしよう、もうなんか分かんなくなった。最初の一撃ミスったらもう積んでないかな、カビルンルン。今度はこっちがバリアするか。魔法打ってくるかもしれないもんね、敵がね。オッケー、ほら、そう、経験の差なんで、いや、全然弱い全然弱いけど、いけるいけるいける、カビルンルンいけるよ。で、敵は今バリアを使ったから、敵は魔法を使ったから、次攻撃振ってくるでしょ、攻撃振ってくるから、こっちは魔法を打っとこう。いやー見せ場なかったわカビルル白カビあー、これあれか、先輩順にいっとくか。ユニコーン、ユニコーン出しますね。いや、なんかポケモンみたいで面白いな。ポケモン苦手なんだけどね俺ポケモンは全部手持ち全部エスパータイプでいってたから全部エスパータイプでいってたから、友達のシャドーボールで全滅させられてたからね、俺のエスパータイプのポケモンたちはよしよし、敵さっき何使ったんだっけ。敵はバリア使ったんだね。バリア使ったってことは、敵、いや、でもあれか、敵、いや、もう分かんなくなった。敵は魔法か攻撃しか使ってこない。攻撃振ってくるかな、攻撃振ってくると思うな。魔法打っとこう。チャージか、そっか、チャージがあったねいや、でもこっち麻痺、麻痺、麻痺効くでしょ、麻痺効いて、効かなかったあー、なるほど。チャージした後って絶対ぶん殴ってくるよね。ぶん殴ってくるから、うわ、攻撃になったらめんどくせえな。チャージしとこう。危ない危ない、魔法か。何、攻撃封印、効くな効くな効くな、ふざけんなお前。待って、魔法使ってきたから、次敵は攻撃かバリアしてくるわけでしょ。あ、攻撃してくるな、多分攻撃してくるから、魔法打っとけ。いや読み間違えてる待ってくれ待ってくれ、負けちゃう負けちゃう負けちゃう、大変だよ大変だよ。で、敵バリア使ったから、でも俺攻撃封印されてっからバリアしか使えない。いや、これチャージしとくかいや、ダメだチャージ、いや、でも大丈夫か、持つか持つか持つか、ダツえバカみてえにユニコーンのこんな姿見たくなかったよ。もうちょっと、もうちょっと、いや、怖い、何このカット。いや、一番実力見たかったのはあれでしょ、この、待ってくれ、俺羽つけてやったんだから飛べよお前。まだあれか、飛ぶまでもないか、まだ飛ぶまでもない、余裕なんだね。敵攻撃使ってきたから、攻撃使ってきたから、次バリア、敵次バリア使うと思うんだよね。こっち攻撃したいな、攻撃しよう。オッケー、ほら読み勝った。オッケー、強い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 、これ毒バリ攻撃だったね今ね。敵はバリアしたから、多分次ね、待て待て待て次魔法打ってくると思う。魔法打ってくるからバリアしますね。魔法打ってくるから敵、ほらオッケーオッケーオッケー、おお、スズメバチ強いな。で、敵魔法打ってきたから、次ぶん殴ってきます、ぶん殴ってきますから魔法打ちましょう。ほら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 楽しいこれで、チャージ、チャージしたら多分呪いかかるんでしょう。で、敵ぶん殴ってきたから、次、待て待て、
ぶん殴ってきたから次バリアする、敵バリアするからぶん殴れこっちが。なるほど、敵が取った行動をこっちは1個遅らせてやればいいんだ。敵が攻撃した後こっちが攻撃する、敵がバリアした後こっちがバリアするってことね。オッケーオッケーオッケー、何来る何来る、なんか気持ち悪いの来たな、何これ、まがいたこタコなの、気持ち悪い。で敵はあーなんかあれだな、攻撃タイプなのかなもしかして。ってなると最初ぶん殴ってきたいと思うから魔法打っとくか。ずあいってー、あでも敵バリア使ったから1個遅らしてこっちがバリア使えばいいんだ。ほらほらほら、そういうことだそういうことだ、敵が取った行動を1個遅らしてこっちが取れば勝てるんだ。で敵今魔法使ったでしょ、今度こっちが魔法使うのよ、今度こっちが魔法使うの、違うか。敵バリア使ったから今度こっちがバリア使うでしょ。いやこれ魔法とバリア延々とこいつループしてねえか、もしかして魔法バリア魔法バリアってやってくから、もう一回次バリア食ってしょ、攻撃しとこう。ずはははははは、じいやいやだ、負けても泣かないでね、なんだこいつ怖い、嘘でしょ。俺の一軍が負けたぞ、怖え、いやこんな気色悪いのに負けた。負けてしまったがカラー白を200手に入れたって、負けたやつになんか情けかけられて俺悔しいな。新しいモンスター生み出すしかないか。うわ負けた、あの不気味な女の子に負けた。なんかあの不気味な女の子の攻略方法とか、この女なら女の気持ちわかる的な感じでさ教えてくんないかな、話しかけてみよっか。また帝国のやつらの嫌がらせね。なるほど、あれか看板のことか。落書き大会の優勝ではゴールドがいっぱい出る、ゴールドって何、金かな。優勝しよう、あ優勝しようしようしましょうね、絶対な、可愛いな、こうやって見ると可愛いんだよね、ちょっと気が強いけど。いやしかし攻略は教えてもらえないか、ここは絵に力を入れるしかないね、そうするしかないわ。あと三角押せばどこでも絵描けんのかなと思ったけど、このホームまで戻ってこないと、拠点まで戻ってこないと三角ボタンで絵描く、このノート使えないみたいだね。えっ、あマジか、これもしかしてさ今新しい絵描こうと思ったけどカビルンルンに描き足せるか、描き足せるな、描き足せんじゃないこれ、やったやったやってた、カビルンルン緑だからやった、描き足せるぞ、体はもう描いてんだよね、体はもう描いてるから。そっかカビルンルンね、そう腕つけたと思ったけどこれ腕なかったんだよね、なんか勘違いしてたから。腕をね、これはあの肘までっていう風にこう見立てて、肘とか膝までですっていう風に見立てて、肘から先膝から先をこう描き足しましょっか。どうこんなんで、こんなんでいいんじゃない、こんなんで、あいいよねいいよね、ほらいいよね、足りなかったさカビルンルンがそう完全体になるのよ、今ここで今ここで。えカビルンルン引退はまだ先かもしかして。えかっこいいかっこいい、なんかかっこよくない、えこれどん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 書いていこう、足もね、ほら膝から先が今までなかったから膝から先をさこう書いてあげんのよ。うわこれいいな、かっこいいな、かっこよくない、かっこよくないこれ、かっこいいよね。カビルンルンどんどん人間になってきて、ああどうしよっかどうしよっかな、カビルンルンな、角つける、角つけたらちょっとあれだよね、人間じゃないから、人の特徴はね、人はね武器使うから、剣も出せよっかここにね、剣も出せよっか、どう剣じゃあれか、剣はちょっと違うか、やっぱあれかカビルンルン
日本人なんだよね、カビルンルン。この顔つきは日本人でしょ、これ。アジア人の顔してるから。刀かな、やっぱ。刀頑張って書いてみるね。結構うまいかも、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 結構うまいかも。ガビルンルン、くそ。失敗した。最後つなげられなかった。くそ。いい感じだ、いい感じだ、いい感じだ。今度こそいい感じだ。慎重に慎重に、そこ、ここつなげて、ここつなげて、やった。カビルンルン、剣士に昇格した。いや、これあれか、お侍か、お侍になりましたね。もうどこもカビルンルン要素ないけどね。これがカビルンルンですって言われてもね、誰も信用してない。なんならこんだけ強そうだったらね、バイキンマンを従えそうだもんね。こっちがボスですから、もう。で、子分がバイキンマンみたいなね。オッケーオッケー。できた、できた。これで完成ね。これで完成にしますよ。え、これがカビルンルンか。いや、見違えたな。強すぎない？カビルンルン、ちょっと。いるかな、カビルンルン。カビルンルン、カビルンルン、かっこいいぞ、カビルンルン。カビルンルン、辻斬りしそうだ、これは。江戸の町を歩ってそうだな。かっこいいな。かっこいいぞ、お前。負ける気しねえな、マジで。要件は？これはね、自信しかないよね。中に入らせていただきましょう。拙者カビルンルンでござる。これは強え、マジで。絶対に、いや、この見た目で魔法タイプ。まあいいや。ただこれは本当に先輩の威厳というかね、先輩が先に究極進化しちゃったからな。いや、これ後輩たちもビビり散らしてるよね。この先輩に盾ついたらどうなるか分かんない。もう真っ二つだからね、辻斬りに合うよ。これはマジで強えんじゃねえか、魔法剣士か。ただこの女の子怖すぎない？ちょっともうあれだね、カビルンルンが倒されたらもう勝ち目ないくらいの考えでいこっか。カビルンルンさっき HP40 とかだったもんね。やっぱ強くなってんだ。はい、敵の動き読んでこう。声出してこう。もう試合だから。オッケーオッケーオッケー。敵どう、最初何してきたっけ。敵最初なんかぶん殴るっていうのを警戒して魔法打ったら魔法同士でアイコンだったんじゃないっけ。じゃあこっち、マバリアしとこう。ジーヤー、カビルンルン、カビルンルン、カビルンルン。敵はバリアしてくるから辻斬りっすね、辻斬り。オッケー。しゃがみ突き、突き刺した。マイコ、かっこいい。で、敵バリアしたから今度はこっちがバリア。そう、敵の攻撃を1個遅らしてこっちがやる。敵今魔法やったでしょ、敵魔法やったから今度はこっちが魔法やる。そういうこと、そういう風にできてますから。え、なんか魔法の種類も変わってないか。アイコ封じとかさ、魔法暴走なんてなかったと思うんだよね。アイコ封じやってみよっか。オッケーオッケー。敵魔法使ったから今度はこっちが魔法使う。え、待て待て。これはカビルンルン、もうこの試合正気を失った。待ってくれ待ってくれ、なんか読みがもう分かんなく。負けちゃった。恥ずかしながら帰ってまいりました。いや、でもね、これ帰ってきながらさっきの戦い思い出したら、ヒントがね眠ってましたね、敵のキャラクターに。敵のキャラクターよく見たら
いろんな色を使ってたんですよ。いろんな色を、あのカニさんがね、黄色とか入ったんだよ。わかる？これこいつ見てください。こいつ確かに腕も生えた、足も生えた、武器も持ってるけど一色なんだよね。緑一色人間。こんなんあれだから、単細胞生物、緑虫よ。こんなん緑虫だから、こんなんはすぐ死ぬの、すぐ死ぬんです。複数の強化細胞を組み合わせて最強の戦士にしなくちゃいけない。そこでね、いろいろ頭の中で練りましたんで、それを再現していこう。いや、俺はやっぱりあのこのカビルンルン、やっぱ人間は機動力がね足りないんだよね、馬とか蜂とかに比べて。だからこのカビルンルンはそうね、こう回してさ、羽つけようと思うの。羽つけた方が機動力アップするから、羽はなんかイメージ的にはね、俺は黄色のイメージ、黄色あんまないな、インクがあんまないけど、一回黄色で描けるかな。羽をね、これ今背中なんで、これ背中向けてるんで、背中にこれ羽を、あ、待って、羽は、じゃあどうしようかな、羽はちょっと硬い羽をね、硬い羽を生やそっかななんて思いますけど、この辺から肩甲骨のあたりがね、バサッとこう、バサッと、いや、ちっちゃくなっちゃった。なんか蝶々みたいなさ、モンシロチョウとかのそのちっちゃい蝶々の羽生やしちゃった。イチョウみたいな、いや、ちょっと待って、イメージと違う。これはイメージと違う、かっこよくない。やっぱ羽生やしてた方が、そう、俺のこの動画見てる視聴者とかはそういうの好きだと思うんだよね。かっこいいやつ好きだから、俺のこの動画見てるような人たちはね、かっこいいやつ好きだから、こういうのが、こういうのがいいか。これでいっか、もうバナナみてえなの生えたけど。いや、やっぱこういうなんか飛行剣士、飛行侍を俺は描きたかったんだなって思うよね。こういうの見ると、飛行つっても、飛行は飛行でもなんか良くないことみたいな、そういうそっちの飛行じゃないからね、辻切りばっかやってますみたいな、そういう飛行じゃないから。飛ぶね、そう、飛べる剣士、これはマジでね、ほんとモンスターだと思うわ。じゃあ片方の羽、これ 赤にしよっか。仕方ないよね、でも黄色がねえんだから。黄色がねえんだからさ、ちっちゃくなっちゃったしね、これ。まあいっか。いや、でも正面から見るとかっこいいよ、これ。え、かっこいいね、ほんと。これがもう、あの、オオスズメバチ以上にだよ、蝶のように舞い、蜂のように刺すっていうのを体現しそうな、いや、これかっこいいな。かっこいいけど、まだなんか足りないな。やっぱあれか、人間らしさが足りない、人間らしさが足りないかな。そうね、いろんな色使えるって分かっちゃったからな、人間らしさが足りないのか。目をつけよう。目をつけましょうね。ここに細かいの描くかな。ここに白い目をクリッと描きたいのよ。あ、いいじゃん。あ、なにこれ、アイラインみたいなさ。アイラインまで引いちゃって、何何、なんかちょっとおしゃれなね。最近ほら、男でも化粧するみたいなのあるらしいからね。で、あの、俺の動画を見るような人たちは、あの、オットアイが好きだから、そう、オットアイ、みんなあの中二病だと思うの。俺の動画見てる人たちって中二病しかいないと思うから、オットアイが好きなんでしょ。だから、こう固めの色変えてあげよっか。この方がかっこいいって言うから、みんな、ほらオットアイかっこいいでしょ。かっこいいでしょ、オットアイの方がかっこいいんでしょ。できたね、これがもう完成形だよね。カビルンルン、羽生やした飛行侍、カビルンルン侍。いや、これかっこいいな。これも目描いとくか。あ、これも目描いといてさ、ほら、補色だからやっぱ赤にはね、緑色がすごく目立つんだよね。赤で目描いとくか。ごめん、片目しか描けないわ。このインクの量じゃ、この片目しか描けないけど、いや、どんどん強くなって、みんな強くなって。やっぱ、あれか、色いろいろ混ぜた方が強いのかもしんないね。敵のステータスに近づいてきた。不気味だね、カビルンルン。飛行侍、カビルンルンです。いや、かっこいい。マジかっこいいんだけど。いや、本気で、何これ、気持ち悪い。気持ち悪い。いや、でもステータスほぼ変わりないっすね。開幕多分敵はね、あ、意外とこれあれか、
魔法打ってくんじゃないかな。こっちバリアしてみるか。いやーいやもう俺最初の選択間違っちゃうな。敵攻撃したから、敵攻撃してきたんだよね。次バリアすんじゃない、敵攻撃しよっか。オッケーだ、やり返すぜ。いや飛行侍カビルンルンの真の力だこれが。で敵バリアしたから今度こっちがバリア、で敵は魔法打ってくるはずだ。オッケー、ほら分かった、もう完全パターン入った。これ勝てる未来見えた。で敵魔法打ちましたね。ってことは今度はこっちが魔法打ちます。魔法すっごい増えた。いやー完璧だ、勝てるそしてこれアイコ封じ効くか。アイコ封じたってなった時、アイコ封じたってどういうことかな、わかんないけど、敵今攻撃降ってきたから今度こっちが攻撃振る。あ終わったね。いやチャージとか無意味だから、この飛行侍カビルンルンの前では。そうチャージなど無意味、切り捨てごめん、辻斬りごめんいやこれが色の力か。カビルンルンが最強の剣士となってしまった世界一の大剣豪飛行侍カビルンルン。いやタコなんかよ細かく刻んで陳列してやるよ、商品棚にな。さあ開幕、敵はぶん殴ってくんじゃないかな。多分攻撃タイプだと思うからぶん殴ってきたいと思うんだよね。アイコ封じ打っとくか。ちダメか。いや敵はバリアやってきたから今度はこっちがバリアをする番。まあいいでしょいいでしょ、チャージくらい多めに見よう。大は敵体力マックスなのにチャージしてるからバカだから。オッケーオッケーオッケー、全然入ってるよ。敵多分今度攻撃振ってきたいと思うけど、あれ俺魔法使え、うわ PP がないかPP がない攻撃振るしかないね。行くか。いや完璧だ、これ偶然だったけどこれ嬉しいわ。いや強いな、やっぱ斬撃が強いね。ちゃんとあの、わかる、ちゃんとこの刀で攻撃振ってんだよね。敵バリアしたから今度こっちがバリア。いや完璧だ。いや敵の攻撃見えてますから僕ごめんなさいね、見えてるし、ほんと蝶のように舞い蜂のように刺す。敵魔法使ったから今度はこっちが魔法を使う番。いや低コストの防御ダウン打っときたいけど、ここは全力出すしかないよね。気絶打っとこう。ちょ待ってくれ、ちょっと耐えろ。オッケーオッケーオッケー、耐えたね。敵バリア使ったから今度はこっちがバリア使う番だ。そうだね、今度はこっちがバリア。オッケーオッケーオッケー、えマジでいけんじゃない、カビルンルンだけでさ敵全滅させられんじゃないの。マジでいけるかも。敵魔法打ってきたから今度はこっちが魔法打っちゃいいんでしょ。ダメ、そのパターンダメだ。終わった終わった嘘でしょ俺結構読んでたけどね。悔しい、敵も3体目こっちも3体目で負けたか。かなり勝ちに近かったな今の。勝てるまでやってみよう。あれこれ勝てるパターンかも。俺まだ1体目なんですよ、1体目にユニコーン出したから1体目なんだけど、敵もう2体倒しちゃってあれお急に追い風吹いてきたな。ただこいつなんだよね問題は、こいつ開幕バリアしてくっから魔法打ちたいんだけど、こっち何もできないんだよ、ね、攻撃してくんかい、危ない。でもこっちバリア張ってたら終わってた。これはいいよ、これはいいよ、これはいい、しょうがない、これはしょうがない。こっちはまだね、まだ後ろに2体控えてますから大丈夫大丈夫。これいける、これいける、マイドさん倒せば勝ちよ。ここおお、スズメバチだな。飛行侍出すまでもないか。おお、スズメバチもね一応飛行するんでね。で向こうが今攻撃降ってきたから無難に行けばねバリア張っときゃいいんだけど、
チャージしてくんのか、こいつ。こうやってタイミングずらしてくんだよな。オッケーオッケー、これ地道に減らしてこっか。ぶん殴ってくんじゃないかなって予想して魔法を打っときましょう。まあ、いっか、まあ、いっか、アイコでもいいや。これアイコでずっと攻めてけばさ、アイコでずっと攻めてけば勝てんじゃない？削りきれんじゃない？敵の火力の方高いけど。いよいよ次多分ぶん殴ってくから、こっちもぶん殴ろう。アイコでいい、アイコでいい、アイコでいける。いや、これは一方的だ。つえこれは勝ってる勝てる勝てる。で、敵はもう魔法か攻撃しか残ってない。こっち魔法、こっち魔法。いいよ、アイコでいい、アイコでいい、アイコは勝てる、アイコは勝てる、アイコでやってれば勝てるオッケー、勝った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 、ここ勝ったわ。で、敵は今魔法打ったから攻撃はバリアしかないっしょ。敵多分この HP だとチャージすると思うけど、こっちはもう構わずぶん殴ってくるから。いや、オッケーオッケー、殴り合って勝ったわ、勝ったいや、もうこいつにすげえ負けたからさ、3、4回負けたと思う。いやいや、もうさっさと下がれよお前、もう二度と出てくんなお前ほんと勝てないかと思った。いや、どういうこと、これ。なんかブレイクダンス踊ってるウィンドミルしてる。オッケーオッケー。あ、結構やっぱ勝つとたくさん色もらえるんだね。800とかもらったね。まあ、経験値ももらえた、やったよ。で、あ、はいはいはい。で、ペンジェルがどう成長すんの、でかくなんのかな。あ、お団子ヘアね、こう2個をこうつけるわけだあ、髪型変えてく、イメチェンなんだね。まだでかくはなんないんだな。まあいっか。やっぱあれだね、羽生えてると強えのかな。ハチが強かったね。オオスズメバチ素早さやっぱすごかったね。リトマスが帝国落書き大会の予選会を勝利したな。新しい落書きが書けるレベルと認定する。パースパレット、頭、今まで作ったキャラ全部頭ありましたけどねなんなら全キャラ目つけたかんね。え、マジかああ、これは俺勘違いしてましたね。頭かいちゃってたからな、ごめんね。これ勘違いしてたね。メイクロッカーであるキバ様からの伝言が、え、あのメイクロッカーのキバ様から私にですか、私に伝言。ありがたい伝言聞かせていただいてもいいですか。帝国落書き大会の出場を目指しなさいとのことだ。とっくにね、もうその本戦目指して頑張ってっかんな。まあなんか響かねえどころか、もういらねえな、別に分かりきってること言うなやって感じだわ。もう帰るわ。わかる、これ頭じゃないんだって、この目ついてるやつ。このオッドアイにまでしてさ、ノリノリでつけたこれ頭じゃなかったんだって、これへえー、道理でなんか頭悪そうな感じだええー、頭じゃなかったんだ。俺全キャラに目つけたんだけどね、あれ頭じゃなかったんだねショックですけど、まあ今回この辺にしましょう。ようやくね、あの難しい女の子にも勝てたしということで今回この辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあさようなら、バイバイ。